新聞広告を30年、新聞の広告から新聞の販売まで提供する広告の花子です。自分でお願いします。皆さん、本当に寒い冬がやってきました。特に高齢者の方には、すごく寒い冬になると思いますけれども、そのまま高齢者を暖かくするイベントが、11月3日、アクティブシニアフェスティバルですね。この11月3日のアクティブシニアフェスティバルには、テスチャプターの相続チームもブースを出させていただきます。特に、上の方に書きましたけども、相続税、私が払うと思っている方が、ね、結構多いです。これはね、土地の評価が、ね、しっかりされてない方っていうのが一番多いみたいですので、当日はお近く、まあ、ご近所にいらっしゃる高齢者の方にぜひ、このアクティブシニアフェスティバル相続パワーチームのブースにいらしてくれるようにお声掛けをお願いいたします。ちょっといいことがありました。カテゴリー不動産鑑定売却相談中華不動産佐藤です。輝きフェスタで紹介しました土ヶ丘ジュニアマーチングバンド、この間の日曜日東海大会が名古屋であったんですけど、見事全国大会の曲を手にすることができました。はい、ありがとうございます。で、私も娘には来るなと言われて12月、埼玉まで行って、スバレルに持っております、はい。イベントの、ご案内です。で、花井さんと同じく、アクティブシニアフェスティバル相続、パワーチーム5人、その他 BMI メンバーも多数参加いたします。ステージショーも盛りだくさん、森進一のそっくりさん森進二賞地元の人は知ってますでしょうか、ミッキー横田のマジックショー、はい。楽しい一日が過ごせます。相続ブースではですね、粗品として簡単なエンディングロードを用意しております。ぜひお越しください。そうそう、シニア世代だったんだけどです。株式会社ストーンダイスコの牛原です。カテゴリーが不動産の開発の本庄です。さて、50歳以上のシニアの方を対象に住まなくなったマイホームを最長終身で借り上げ、子育て世代なのに3年間の定期で貸し、その後空き家になっても家賃保証するという移住先から支援機構のマイホームを借り上げ制度というのをご存知でしょうか。先日ダイバースリホームの安藤様のご紹介でお客様の義務もこの制度を紹介利用したいということで直接、ご覧ました。実はこの借り上げ制度、富山市地区では総合開発庫しか扱っていません。そこで、来たる11月3日、総合体育館で開催されるアクティブシニアフェスティバルで、総合パワーチームメンバーとして、当社が、マイホーム借り上げ制度のご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。川新ビジネス交流会ではたくさんのご来場ありがとうございました。おかげさまで日吉ジャケットが多くの方の目に触れ、ステージ衣装というジャンルもありかなと実感しております。そしたらなんと今度は矢沢永吉のコンサートに来ていきたいと真っ白なスーツのご注文が入りました。車にいい矢沢のステッカーを貼っている方、どこへ向かっているのか、ドキドキ怖くなるかと思います。亡くなった後も安心を保証します。カテゴリーは弁護士、足立法事務所の長島智子です。11月3日のアクティブシニアフェスティバルでは2段階のご紹介をお願いいたします。まず1つ目、40代50代でご兄弟のいる方、楽しいイベントがあるよと言ってアクティブシニアフェスティバルにお誘いください。次に2つ目、会場内にいる方、どなたでもいいので粗品がもらえるアンケートをやっているよと言って相続パワーチームのブースに引き込んでください。アンケートは粗品をご用意してお待ちしております。ご両親の相続は一生に2回しかありませんが、誰にでも必ずやってきます。相続のお役に立ちたい弁護士の中島でした。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オーダーメイドドレス学中の大原です。来たる11月3日、豊橋総合体育館で行われるアクティブシニアフェスティバルに出展させていただきます。手術チャプターからも実行副委員長の金子さんをはじめ、たくさんの方々が出展しています。枠ジュールでは和光